相手が、まあ、ファンブルしてラッキーだったんですけど、まあ、それを逃さず決めれたのは良かったかなっていう。で、先制点だったんでチームに勢いをもたらすっていう面で良かったかなと思います。やっぱ早い時間帯に1点あるかないかっていうのはやっぱ、ね、あのチームのメンタル的にも全然違うんで、その先制点を早い段階に取れたっていうので、本当はもっとリズム乗ってたくさんゴール決めたかったんですけど、まあ、なかなか相手もいい守備されてたのと自分たちも決めきれなかった分で、まあ、そこは次の試合の課題かなっていうふうに思ってます。